この辺はちょっと影響あるかもしれないですね。そうですね、まあ、その放浪者にチャンスが来そうな状況。室屋のクロス、ファーサイド、前田分からなくなりました。3対2完全に余りましたね。いやでもいいボール入りましたね。いいボール入ってきたんで前田が完全にこうパワーを持ってヘディングに入っていけましたから、はい、室屋もいいボールでした。いやでもヘディングのコントロールうまいですよね。まあ、ゴールの中の地面に叩きつけるような本当に基本忠実なヘディングシュートですね。さすが元 J1 得点王、はい、今シーズンはこれが初ゴールになります前田遼一。